挑戦は終わらない。みなぎる思いがある。地域熱供給事業の挑戦は1970年に始まった。地下の導管で地域の建物に冷暖房を供給する、いわば町のセントラルヒーティング。全国各地で省エネルギーと環境対策に挑んできた。たゆまぬ思いが未来を作る。